デンマーク領インドはデンマークがインドで保有した植民地。デンマーク植民地帝国の一部をなす。現在のタミル・ナード州タランガンバディ、現在の西ベンガル州セランポール、現在のアンダマン・ニコバル諸島連邦直轄領の一部であるニコバル諸島など、デンマークは200年以上にわたってインド各地に植民地を保有していた。インドにおけるデンマーク・ノルウェーの存在は、 軍事的脅威でも商業的脅威でもなかったためヨーロッパの主要国にとってはさして重要なものではなかった他の場所と同様にインドでもデンマーク・ノルウェーは資本不足であり英国やフランスやポルトガルのように交易路を支配したり独占したりすることはできなかったこれらの不利な点にもかかわらずデンマーク・ノルウェーは植民地支配に固執し時には 大国間の戦争を利用し、中立の旗の下で外国貿易の窓口を提供することによって国際貿易の隙間をうまく見つけて生き延びていた。このため、19世紀にイギリス海軍の力が拡大し、デンマークの植民地が占領されて強制的に買い取られるまで長年にわたって存在を容認されていた。17世紀の高新量貿易におけるオランダと、 イギリスの貿易業者の成功は、デンマーク・ノルウェーの商人たちの戦争の的となった。1616 16年3月17日、デンマーク・ノルウェー国王クリスチャン4世は、デンマーク・ノルウェーとアジア間の貿易を12年間独占する、デンマーク東インド会社を設立する直去を出した。デンマークの投資家たちは乗り気でなかったらしく、十分な遠征資金が調達されるまでには2年が必要だった。 1618年にオランダの商人で植民地の管理者であるマルセリスでボショーワーが訪れ最初の公開のきっかけを作った。マルセリスはセーロンの皇帝セネラットの施設でポルトガルに対する軍事援助を求めセーロン島との貿易独占権を約束した。彼の訴えは彼の同国人によって否定されたが、しかしデンマーク王は納得した。 最初の遠征は1618年に大武家で帝徳の指揮下に出向したが、正論に到着するまでに2年かかり、途中で乗組員の半分以上を失った。1620年5月に到着した彼らが見出したのは皇帝がもはや外国からの援助を望んでいない、3年前にポルトガルと和平協定を結んだという事実だった。さらに彼らは、 皇帝が島の唯一の支配者でもなければ、この地で最も著名な王でさえなかったということも知った。だがここで別行動をしていた貿易の責任者のローランド・クラッペからインド本土で貿易権を得られるとの情報が届いた。ローランド・クラッペは主力艦隊に1ヶ月先行して、商船エーレスンドで偵察公開を行っていた。エーレスンドは ポルトガル戦にガーライカール沖で攻撃されて、撃沈され、船員のほとんどは殺される過捕虜になった。そのうち二人の頭部は、デンマークノルウェー人への警告として、海岸の杭の上に晒し首にされた。クラッペと十三人の船員は、なんとか生き延びたが、海岸でインド人に拘束され、タンジャーブールナーヤカーサの君主の下に連行された。ナーヤカは、 貿易に興味を持っていることが判明し、クラップは交渉を行って条約を結び、トランケバルの村を譲り受け、そこに石の家を建設する権利と調税の許可を得た。これは1620年11月20日に署名された。初期の植民地は管理と投資が不十分で、デンマークから派遣されたすべての貿易船のうち、ほぼ3分の2が失われたため苦境にあった。 帰還できた船は積み荷で利益を上げたが、それでも総利益は冒険航海の費用をはるかに下回った。さらに、植民地は地政的にも脆弱で、道路、家、管理棟、市場などの建築物は高潮によって繰り返し破壊された。当初はイギリスとオランダの貿易業者にとって変わることを意図していたが、会社の悲惨な財政状態と30年戦争に、 国家資源が振り向けられるようになったことで、植民地は本国との直接貿易のための努力を放棄し、代わりにベンガル湾での中立的かつ第三者的な運送事業者に徹した。1625年までに、この地域で最も重要な対外貿易港であるマチリー・パトナムに召喚が設立された。ピピリとバーレーシュアルには小規模な貿易事務所が設立された。 それにもかかわらず、1627年までに植民地の財政状態は非常に悪く、船は3隻しか残っておらず、なあやかに約束した年貢を支払うことができず、地域では緊張が高まっていた。デンマーク・ノルウェーは費用を負担せずに自分たちの国の海軍力にただ乗りしていると思われていたため、イギリス人とオランダ人の貿易業者たちからも疎まれていた。 それにもかかわらず、彼らはヨーロッパで行われている戦争への外交的な影響を考慮する必要があったので、デンマーク・ノルウェーの貿易を粉砕することができなかった。投資に対する収益の少なさから、主要株主からは会社への解散圧力がたびたび現れていた。生前のクリスチャン4世は、これらの動きに抵抗していた。 1648年にクリスチャン4世が亡くなると、その2年後に、彼の息子のフレデリク3世は会社を廃止した。会社は廃止されたが、植民地は王室の所有物であり、本国の政変に気づかなかった守備隊によって保持されていた。離職や病気によって、デンマーク・ノルウェー人の数が減少したため、現地のポルトガル人やポルトガル系インド人が取り出を守るために雇われた。 最終的に1655年までにエスキルド・アンダーソン・コングスバッケがリーダーとなりトランケバルに残った唯一のデンマーク人となった。非識字の庶民であるコングスバッケは祖国に忠実でありベンガル湾で船を襲撃しつつ、なあやかによる長期間の包囲に対してはデンマーク・ノルウェイの旗の下で砦を防衛し続けた。彼は商品の販売益を使って 防御施設を修復して、街の周りに防壁を建設し、ナーヤカとは和解交渉を行ったヨーロッパの他の国の船を経由して、デンマークに送られたコングスバッケの報告は、ついに本国政府を動かした。フリゲートカンフェーローは、シュワルト・アデラー艦長の指揮下にインドに派遣され、1669年5月に到着して、植民地のリーダーとしての任命を公式に確認した。 19年間の孤立無縁は終わった。デンマーク・ノルウェーとトランケバル間の貿易は再開された。新しいデンマーク東インド会社が組織され、いくつかの新しい交易事務所が支配の確立しているトランケバルから展開されていった。1696年にはマラバール海岸にはアディウェイトーレが1698年にはシャンデルナゴルの南東に位置する。 ゴンドルパラにデンマークスナゴルが、さらにナーヤカとの和平も確認され、トランケバルは周辺の3つの村を含むように拡大することが許可された。1658年、インド南東部のダンス防衛祭があるデンマークのトランケバル植民地の眺め。デンマークノルウェーの貿易は3つの重要な要因により、この数十年間で大幅に成長した百七十二年に、 デンマークアジア会社によるインドとの貿易の独占が失われ、デンマークノルウェーのすべての商人に貿易が開かれた。ベンガルとマラバール海岸沿いのトランケバー、セランポール、及び商館の管理は1777年に国王に引き継がれた。これにより、会社は植民地時代の費用から解放されたが、インドとの貿易条件は変わらず、 より良い財政状態に置かれた国際貿易の成長とイギリス、フランス、オランダの貿易国間の戦争の増加。戦争の間、戦争当事国の貿易は敵対国による欧州を避けるためにデンマーク・ノルウェイのような中立国によって運ばれることを意味した1757年のプラス C の戦いの後のイギリス東インド会社の拡大。この勝利の後、 会社の多くの従業員は、会社の利益よりも自分の利益を優先して私貿易を行い、莫大な私的財産を獲得した。会社と英国政府は、これらの財産が英国の船で英国に帰還するのを防ぐために、かなりの努力を払い、それがフランス、オランダ、デンマークノルウェーの競合他社による大規模なロンダリングにつながった。 このため1770年代にデンマーク・ノルウェーの貿易に莫大な資本が注入された。しかし、貿易の価値は非常に不安定なままだった。ナポレオン戦争中、デンマーク・ノルウェーはオランダ領東、インドからコペンハーゲンへとフランスとオランダの商品を運びながら武装中立にあった。このため、英国は二度のコペンハーゲン襲撃で、 デンマーク・ノルウェー艦隊を破壊し、デンマーク東インド会社のインド貿易を荒廃させ、1801年から1802年までと1808年から1815年まで、ダンスボートフレデリクス・ナゴアを占領した英国戦争につながった。デンマーク・ノルウェーの植民地は衰退し、イギリスは最終的にそれらを所有し、イギリス領インドの一部になった。 1839年にセランポールがイギリスに売却され、1845年にトランケバルとほとんどの小規模な入植地が売却された。イタリアは1864年から1868年の間にデンマークノルウェーからニコバル諸島を購入しようとした。イタリアの農商大臣ルイージ・トレッリは有望に見える交渉を開始したが、 彼の任期が最初のラ・マルモラ内閣の予期せぬ終了のために失敗した。交渉は中断され、再開されなかった。1868年10月16日、1848年以降徐々に放棄されていたニコバル諸島に対するすべてのデンマークの権利が英国に売却された。デンマークノルウェーのトランケバル植民地がイギリスに割上された後、 それは貿易上の特別な地位を失い、その管理上の役割はナーガパッティナムに移った。街の重要性は急速に低下したが、イギリス領の南インドへの拡大により、トランケバルはしばらくの間、宣教師の活動のハブとなり、特に地元の司祭を訓練することで知られる場所になった。ジーゲン・ルグによって確立された。 電動団は19世紀の終わりに完全に独立して、機能し、今日でも、タミル福音、ルーテル教会として存続している。ダンスボートリでは、トランケバル2620年に設立された。現在のトランケバル、タランガンバディは、主に漁村であり完全に、インドの町である。しかし、デンマーク・ノルウェー植民地時代の存在は、かつての城壁のうちにある、古い、 小さな町の建築に見ることができる。実際、ジャーナリストのサム・ミラーは、この町を植民地時代のヨーロッパの影響を最も見つけ出しやすい町だと説明している。確かに、デンマーク植民地時代の建物は、ほんの一握りしか残っていないが、町の住宅の多くは、当時と変わらない古典的な様式であり、歴史的な雰囲気に貢献している。 現存するデンマーク・ノルウェーの建物には、デンマーク王室の印象が刻まれた町の門、いくつかの植民地時代のバンガロー、二つの教会、そして1620年に建設されたダンスボートリデがある。ダンスボートリデは1977年に、タミルナード州政府によって、保護文化財として宣言され、現在はインドのデンマーク・ノルウェーの博物館がある。 街の中や周辺では、デンマーク・ノルウェーの入植者の子孫は知られていない。2001年以来、デンマークは、ボランティアや政府機関を動員して、トランケバルにある、デンマーク植民地時代の建物を購入して、復元することに、積極的に取り組んできた。セランポールの聖オラフ協会も現存している。2017年、西ベンガル州セランポールで大規模な、 遺産修復プロジェクトが開始された。ありがとうございます。